先日娘が修学旅行に行きまして、春豆は数日娘と会えない日が続きました。数日後、娘が帰宅した時、春豆はちなみに当チャンネルを昔からご覧いただいている方はご存知でしょうが、柴犬豆は娘にとって特別な柴犬。というのも、娘が生まれた時から仙台柴犬エミーが常にそばに寄り添い、おままごとの相手をしてくれたり、娘が泣いているとそっとそばに寄り添ってくれたり、エミーも娘を特別愛おしく感じていたのか、晩年は常に娘の隣で寝ておりました。エミーに育ててもらったと言っても過言ではない娘がエミーを見送った後、どうしてもまた柴犬が飼いたいという気持ちで迎え入れたのが柴犬豆。今度は自分が柴犬を育てる番だと、基本的なお世話から基本的なしつけまで娘が一から教え込み、それはもう目に入れても痛くないとばかりに可愛がり、現在も1日に1度は抱っこするというマイルールを自分で作って可愛がっております。そんな娘が3日間家にいない。果たして豆は何を思っているのか。19時、娘帰宅。感動の再会なるか。めっちゃよかったね。よかったね。と思ったんですが。おかえりって。なんでこの狭いところでやるの。空気を読みすぎる春江によって阻止される。あっさり終了。この日は娘が疲れてこのまま就寝してしまったので、翌朝に持ち越し。娘が階段を降りる音にいち早く気づく春江。春江は娘と気づいて尻尾振ってますが、豆は知らんぷり。昨日ここに置いといたお土産どうした？ここにある。食べちゃってないよね。食べてないよ。おかえり。やっぱりあっさり。あ、そうなんだ。ばあばにも何か一つだけあげて。だから総集編であげる。ああ、全部ね。豆は娘よりカバンに興味津々。どうだった？伏見稲荷。やばかった。ああ、すごかった。やっぱ素敵だった。荘厳だった。どっちだよ。いいな。豆がすごい喜ぶかなと思ったんだけど。久々に会えて。もっとこう理想としては、出会った瞬間久しぶりとお互いひしっと抱き合って喜び合うみたいなのを想像していたんですが、現実は全然薄かった。え、お土産何個買ったの？全部美味しそうだなと思って全部買った。怖っ。待って、もしかして予算全部使っちゃった？うわ。なんで？可愛い。ねえ見て可愛い。お土産だって。何個買ったの？ちょっと買いすぎじゃない？じゃあ、八つ橋はこんなのあるんだ。美味しそう。これが可愛い。このきつねせんべいの箱が可愛い。もう食べてるし。これ何？ラムネ？へえ、こんななんだ。で、何これ抹茶オーレ美味しそう。一つ飲みたい。ダメ？いい？やったー。なんすよ八つ橋。これ何？お茶とか。お茶も買ってきたの？お茶買ってきた。ああ。お茶菓子。お茶とお茶菓子を食べたくて、そういう系を全部買った。なるほどね。こればあばにあげる。うん。あげてあげて。あげてあげて。あげてあげて。ここはこれが一番可愛い。きつね。きつねとか買った。あ、そうなんだ。伏見稲荷で買ったもんしれない。やっぱりいいな、伏見稲荷行きたい。可愛いし、なんかマメに似てるぞこれね。えマメちゃん、落ち着いてからはおのおの定位置でまったり、離れていた時間なんてなかったように過ごしてます。というわけでマメは数日娘と離れても特に問題なく過ごせるということが分かりました。感動の再会が見れなかったのは残念でしたが、かつてエミーと娘だけの絆を作ったように、マメと娘の間にも絆が作られることを願っております。お座りお座り。最後までご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。